フリーダムトレールの歩道には赤レンガが埋め込まれている。ファニエルホール沿いのフリーダムトレールフリーダムトレールの終点、バンカーヒル記念塔。手前の横断歩道から奥の塔へと伸びている赤い線がフリーダムトレールである。フリーダムトレールとはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン中心部の道路に描かれている赤いレンガの線の入った歩道である。ボストンモンから チャールズタウンのバンカーヒル記念塔まで全長約2.5マイルにわたり、これをたどることにより、アメリカ合衆国の歴史に関わる市内の主要な観光地16カ所を巡ることができるようになっている。トレイル沿いの名所には歴史的あるいは著名な地表、墓地、教会、建物、船が含まれる。その多くが入場無料、または寄付推奨だが、オールドサウス集会場。 旧マサチューセッツ州会議事堂、ポール・リビアの家は有料である。ボストン市のフリーダムトレール委員会が管理し、様々な非営利団体や基金、民間の事前活動家、ボストン国立歴史公園の支援を受けている。1951年、地元ジャーナリストのウィリアム・スコフィールドにより考案され、ジョン・ハインズ市長がこの案を実行に移した。1953年には、 年間4万人がこのトレイルを歩いていた。アメリカ合衆国国立公園局は、ファニエルホールの1階に観光案内所を設置し、ツアーの実施、地図の無料配布、書籍の販売などを行っている。ただし、ボストン茶会事件や、リバーティツリーなど、歴史的に重要な箇所が含まれていないとの指摘もある。ボストンコモンマサチューセッツ集会議事堂。 パークストリート協会グラナリー墓地、キングスチャペルとキングスチャペル墓地ベンジャミン・フランクリンの銅像と旧ボストン・ラテンスクール・オールド・コーナー書店、オールド・サウス集会所旧マサチューセッツ集会議事堂、ボストン虐殺地あとファニエル・ホールと、クインシー・マーケット・ポール・リビアの家・オールド・ノース協会、コップズ・ヒル墓地・コンスティテューション・号バンカー・ヒル記念堂、マサチューセッツ集会議事堂とパークストリート協会の間を、 ブラックヘリテージトレイルが交差する。ありがとうございます。